い、どうもこんにちは、たかきちです。お久しぶりです。録画だ、久しぶり撮ったような気がする。はい、この2日間フィッシングコンテストめちゃくちゃ頑張ってました。ちょっとね、もう頑張りすぎて録画ね、もう撮れなかったです。はい、すいません、失礼しました。さあ皆様、結果はどうでしたか？僕は惨敗でした。まあビッグが1回釣れたぐらいかな。はい、まあね、そこでね、もうどうせ今回ね、僕ね、関係ねえんだよ、こんなもんって言って、釣れなかったからどうでもいいわいと、報酬もらってからええわいって思ってる、そこの君。はい、なんとフィッシングコンテスト全体報酬っていうのがあるんで、それをね、忘れないようにお願いします。こちら、マダイグランプリのとこ押していただいて、下まで行きますと、はい、ドドン、第6回、フィッシングコンテスト、マダイグランプリ記念大量祭のところを押していただいて、報酬アイテムを受け取るカジノプレイチケット3個、勇気の奇跡交換券3個、ボスコイン無料券1個にメタル迷宮券招待3個、そしてマダイの像がもらえますので、しっかりもらっといてください。はい、こちらもちろん、同じアカウントのキャラももらえますので、全キャラね。特にサブキャラなんか、この勇気の奇跡の交換券とか、ボスコイン無料券とか、メタル招待券とかは結構美味しいね、景品なので、しっかりね、もらっといてください。はい、じゃあポテキチも、ポチッとな。はい、もらったマダイの像はこんな感じになっております。小、中、大、でかっ！金の中、大。まあ、金の大だろうな。まあ今更こんなもんもらった、あ、違う違う、あんまり余計なこと言うな。わーい、これはかなりの思い出になるぞ。ありがとう、フィッシングコンテスト、ありがとう。はい、ということで本題に入りたいと思います。まあ今日はですね、質問箱からちょっと人に依存しすぎたっていうお話をしていきたいと思います。こちら、ドドン、はじめまして、いきなりの質問失礼します。フレンドのことでご相談があります。チームでフレンドになってるから、フレチャで個人的にあの人と付き合う方はやめた方がいいよ、遊ぶのはやめた方がいいよといちいち突っ込んでくる方がいて嫌になったので、フレンド解除したところ、自宅まで来て文句言われました。この文句言われたのはフレンドを解除したことに文句言われたのかな、で合ってるのかな。まあそれでお話し進めましょうかね。で、フレンドは切っちゃいけないでしょうか、切るにしても宣告して切った方が良かったですか、といった内容の質問が来ておりました。この質問主の方ってチームにまだ一緒にいるのかな、いないんですかね。チームに一緒に入ってるのか入ってないのか、で入ってるんであれば、まあ多分嫌な気持ちで一緒にいると思うのでね、まあ、チームが楽しくてもその人がいるだけで多分嫌な状況だと思うので、まずチームリーダーに相談して、まあこういうことがあったよと、だから何とかしてくださいっていうのを相談するべきだと思います。まあこの質問者の人がどうしたいかによって全く変わってくるんですけども、まあ、僕だったらその状況だったら、まあ、痛くないよね。でこっちが悪いことしないんであれば、まあ、チームリーダーに相談してごめんなさい、もう抜けてくださいっていうようには頼むような気がする、僕自身としてはね。まあその間で何があったかちょっとわかんないんですけども、ただただフレンドを切ったことで怒ってこういう行動をしてるっていうことなんであれば、ちょっと人に依存しすぎてる人なのかな、ちょっと離れた方がいいよねっていうタイプだと思うので、まあ無理してね、一緒に空間にいなくてもいいような気がするし、まあフレンドは切っちゃいけないのでしょうかって質問に対しては、フレンドなんはもう切ってもいいと思いますよ。いろんな理由があると思います、フレンドを切るには。まあ、なかなか遊ばなくなって、遠縁になった、絡まなくなったから、ごめんなさいって切る理由もあれば、自分にとって嫌なことしかやってこない、まあ、ストレスになる、原因、なるフレンドだとか、まあ、様々な理由があると思うんですけども、まあ、理由がなくても別に、ね、自分が楽しく気が合えば切らない方がいいし、
自分にとってマイナスしかならないんであれば切った方がいいとは思います。宣告して切るっていうのは僕はね、個人的にはちょっと嫌ですね。あなた絡まないから切るねって言われて、あ、ははとしか言いようがないですもんね。そこで嫌だ嫌だ、じゃあ今度から遊びましょうよとかってもねえ、言いづらいしね。なので宣告をして切られるのは嫌ですよね。他人のね、書き置きメモね、フレンド整理しますって予告してから切ってくる人、あれね、僕必要ないと思うんですけどね。どうなんですかね。まあ僕の個人的な感想なんで、どうなんですかね。そういう人っていうのは、あとね、なんか文句言われるのが嫌だから、一応宣告して切ってくっていうスタイルにしてるんですかね。でもそうやって言われて切られた時って一番ダメージがでかいような気がするので、まあ疎遠になったりしてたら気にしないと思うけど、特に仲良かった人だと、まあダメージはでかいと思うので、あんまり言って宣告をされて切られるのが一番でかいと思います。まあこのゲーム内じゃなくてもいちいち言ってくる人っていますよね。まあ先日ちょっとツイッターの方なんですけども、こういうことがありまして、ドン、高吉さんのリスナーのコメント見ると気分が良くないので視聴をやめますね、といった質問箱に書いてきて、匿名でね、方がいるんですが、まあ普段僕質問箱に対して質問以外はやめてくださいねとはまあ言っているんですけども、いちいちそういうことを言ってこなくてもいいような気がすると思うんだよね。別に見なかったら見なかったで、そのままね、見なくなってもらった方がダメージはでかくないよね。気分が良くないのって僕の方が気分良くないよね、あんまり。で、一応まあね、普段なら返さないんですけど、まあ返したんですけど、これ質問箱なんですが、いちいち質問箱に書かなくても大丈夫ですよ。何か言ってほしいのかなと思って、何か言ってほしいんですかと答えたんですよ。そういうスルースキルがないところですよ。いちいち質問ババコのアンチコメに答えなくて大丈夫ですよ。リスナーに擁護してほしいんですか。そういうスルースキルがないところですよ。いちいち質問ババコのアンチコメに答えなくても大丈夫ですよ。ねえ、なんか反応してほしいから言ってきたんですよね。そしてリスナーに擁護してほしいんですか。質問箱って返すと必然的にツイッターに出しちゃうんで見えちゃうんですよね。こういうようなわざわざ宣告してフレンド解除しますだとかっていうことを言われても、あ、そうですかとしか答えられないんで、それは別に言わずに切った方がいいと思います。相手も嫌な気持ちを二段階刺すことすると思うんで、まず言われたことに対して嫌な気持ちになる。で、本当に切られたらまたさらに嫌な気持ちになる。あ、聞いて切られたんだっていうようになるので、わざわざ宣告して切らなくて、一回のダメージで済ましてあげた方がいいとは思いますけどね。宣告しなくて。で、今回の質問は、まあ、切って正解だとは思います。まあ、その質問者とその人のやりとりを全くわからないので、向こうの意見とかも全く聞いてない状況なのでわかんないですが、でもわざわざフレンドを切られたからって言って家に来て文句を言ってくるっていうのはちょっと怖い人だと思うので、切って正解でブラックリストに入れて、まあチャットも見えないようにした方がいいと思います。めっちゃで別に文句言われてないなら平穏に過ごせるんであればいいんですが、ちょっとでも同じチームに入りたくないなと思ったらリーダーに相談して何とかした方がいいかもしれないです。まあドラゴンクエスト10ってすごいなんか人に依存する人ってたまにいますよね。なんか構ってほしいのか、それともなんか言ってほしいのかな。別に何もね、離れてく人は何も言わずで去ると思うし、何かしらアクションがある人っていうのは構ってほしいのかなってちょっと思うんですけど、いかがなもんでしょうか。はい、皆さんはそういったフレンドの関係っていうのはありましたでしょうか。どういった対応してるんでしょうか皆様。まあドラゴンクエスト10の人付き合いは難しい。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。